はい、どうもみさんこんにちは、太陽歌です。今日も妖怪ウォッチ3寿司バージョン、前回の続きからやっていきたいなと思います。まあ前回はですね、ヒューリー博士に会いまして、で今回はですね、そのヒューリー博士と一緒にロケット作りに、まあ、ロケット作りというかね、ワイシャークにね、まあ、ロケットをつけられるかという相談しに、来ておりますので、早速ねヨップル社に向かいたいなと思います。ペロン。銚子堂の近く。これでいいはず。ああ、近くといってもちょっと離れてんのか。ん？なんか今そこにも雲外峡じゃないのか。苦い漢方。でも漢方はね、結構ありがたいっすね。いくよー。いや、博士もびっくりだよね。驚いたな。まさかこんな世界があったとは。やあ、待っていたよ。彼がロケットに詳しいスペシャリストか。はい、この方こそロケット研究の第一人者、ヒューリー博士だね。よろしく。こちらこそよろしく、ヒューリー。僕はマーク・シャッチーバーグだ。私はスティーブ・ジョーズ。君が来るのを待っていたよ。これで役者は揃ったね。じゃあ早速、地下のミーティングルームで話そうか。なるほど。それじゃあ時間もないし、早速プロジェクトの説明をしようか。ふふふ、なんだか心が躍るよ。もしかしたらこのミーティングは、妖怪と人間の歴史に残る素晴らしい瞬間になるかもしれないしね。ジバニャン寝てる。まさか人間と妖怪が共同作業とはね。人も妖怪も関係ないさ。ここにいるのはただの3人のエンジニアだ。そうだろ？ああ、違いない。ふ、確かにな。それでは説明を始めようか。我々の目的はシンプルだ。やるべきことはたった一つ。ワイシャークを地上で活動可能にする。あれのドリルならば、バリアも壊せるはずだからな。だがバリアを破壊するのであれば、勢いをつけてぶつかるのは効率的だ。であれば、足をつけるのはナンセンス。走るよりもより速度が出る方法がある。つまりロケットエンジンが最適だと。イエス、その通りだ。うんうん、理解が早くて助かるよ。あと足をつけるとデザインが損なわれる。あのフォルムは壊したくないんだ。なるほどな。プロジェクトの内容は理解した。いけるかね、ヒューリー博士。ああ、問題ない。それじゃあ早速準備に取り掛かろう。おお、天才3人の共同作業。燃えますな。これは熱い展開ですな。けど開発となると私たちの出番はなさそうでウィスに。プロジェクトは責任を持って進めておく。君たちは一足先ニューヨーマシティに向かってくれ。うん、だったらそこにあるヨップルストアへ行くといい。うちの社員たちに僕の方からちゃんと事情を話しておくからさ。わかった。それじゃあそっちは任せだぜ。よーし、よーし。
ニューヨーマシティのヨップルストアに行こう。了解。こっちだね。ワープ。はい、来ましたよ。トゥクトゥーン、トゥクトゥーン。お、なんか今外にいたね。はい、お待ちしておりました。お話は社長から伺っております。それではもうしばらくこちらにてお待ちください。しああ、改造ってどれくらいかかるのかな。ロケットエンジンつけるわけですから時間がかかりそうですよね。けどあんまりもたもたしてっとまた黒服がやってきそうだな。ゴゴゴなんとかさんも何をするかわかりませんしね。ゴゴゴゴッドファーザーだに。けどできることもないし気長に待つにゃん。みんな待たせたな。え、もう？早すぎるなに。やっぱりスピードは大事だよね。ユーザーを待たせるなんてナンセンスさ。早すぎ。それで肝心のワイシャークはどこにゃ？姿が見えないみたいですけど。ああ、もうすぐ来るよ。きっとあれを見ればみんな驚くはずさ。つかなんかデザイン変わってね。しかもデザインとドリル変わってるし。どうや、この新型ボディ、今日からワイはワイシャークエアや。後ろのロケットエンジンがめっちゃイケてるやろ。かっこいい。かっこいいだに。ふむ、動作には問題なさそうだな。我々の技術の粋を集めたんだ。当然の結果だろう。いい仕事ができてよかったよ。今回の共同作業は私にとっても大きな収穫だった。そしてチビの力になれて私はとても満足しているよ。うー、博士、サンキューベリーマッチだに。ほな、行きまっか。ゴゴゴのいるビルのバリア壊して中に乗り込むんですね。ワクワクしてくるな。うん、でも本当にドリルでバリアが破れるんでしょうかね。なーに心配しなさんな。ワイを誰やと思ってるんや。ワイはワイシャークエア。ワイのドリルは天と地とバリアを貫くドリルやで。よくわかんないけどいいね。準備ができたらワイに言うなやで。すぐ突入したるさかいな。まあ行きましょう。うん、よっしゃ、一応気合いを入れていくで。みんなワイのかっこええところしっかり見といてや。地中に潜ってガガーと進んであのビルにドーンと突っ込むさかい。どうして地中を普通にどうして地中を普通に地上に進んだ方が早いような。これがワイのスタイル、生き様なんや。おお、なんかわかります、かっこいいです。ほな行ってくるわ。ジョワー、いや穴開いてるし。それが道路破壊してますけど。何？信じるな。君なら必ずバリアを突破できる。出た。イロハン。よっしゃ。体が回転し始めた。
お、いいよいいよ。おお、いいね。やるじゃない、見事でござる。よーし、あとはあのビルに突入するだけだぜ。レッツゴー。俺様たちもあいつらに続くぞ。ちょっと待って、バスターズハウスから通信が。大変であります。大勢の黒服たちが街中で暴れているであります。どうやらまだやるべきことが残っているようですね。緊急連絡、ニューヨーマシティで戦う全ての妖怪ヒーローたちに告ぐ。ビル内への突入はあの少年たちに任せ、我々は黒服から街を守ることに専念する。このニューヨーマシティは私たちの街だ。絶対に守りきるよ。そしてさっさと片付けてすぐにあの子たちに追いつくんだ。ああその通りだ、必ず勝利をつかんでこい。私たち。おお、ニョキニョキ生えるビルにそれに突っ込む巨大サメ。おまけに街中は黒服だらけ。これってどういう状況？どうやらこの町に大きな危険が迫っているみたいだね。妖怪とかいうこの町の不思議な住人たちといい、実に興味深い。よし、僕たちもあのビルの中に向かおう。一体何を言ってるの？マルダ、あなた疲れてるのよ。僕たちも同じ黒服じゃないか。きっとバレずに潜り込めるはずだ。根拠のない、あなたの自信はさておき、どうしてビルに入るわけ？カクリー、僕の見解を聞きたいかい？状況が状況だから一応聞いておくわ。ふっ、君も覚えているはずだ、このビルの上に飛来したあの物体を。僕の考えが正しければ我々が求めていた Y ファイルの答えがここにある。ああ、あなたにしては珍しくまともな見解だったわね。行きましょう。確かにあれが絡んでいる以上、操作する必要があるわ。行きましょう。怪しい。しし、ビルの内部に突入成功だぜ。なんだかワクワクするところだな。うんうん、まさにラストダンジョン、クライマックスって感じですね。二人とも走るの早すぎ、ついていくのがやっとだったんだけど。お前ら、よく来上がりました。お帰りくださいませ。うひょう、ここにもご案内ロボットがいるんだ。ヨップくんとはちょっと違うみたいでウィスね。っていうか今、帰れって言われたよね。ここまで来て帰らないにゃん。ではご用件を言い上がりくださいませ。ゴッドファーザーのところに連れて行ってくれよ。最上階へは案内できねえです。ご案内ロボットじゃないの？お客様、上を見上がってください。エレベーターの上にルーレットがあるのがわかるか、この野郎。ルーレット？何に使うだに？あのルーレットを回すことでどこかのフロアに泊まることができる。ってことはどこに泊まるかはわからないってことか。そういうことですね。じゃあどうやって行けばいいだに？ここにはゴッドファーザー様が創造なされた様々なフロアがある。その中でも特別ドリームなフロアが7つ存在し上がります。それをすべてクリアし上がったら最上階の扉が開くでしょうよ。つまりゴッドファーザーの待つ最上階に行くためにはエレベーターで特別な7つのフロアを訪れる必要があるということでですね。とりあえず適当に乗ってみようぜ。
キークエストをクリアしてストーリーを進めよう。キークエスト、いや7個も出てるよ。月、水、火、木、金。しかもここら辺からレベルがだいぶ高いな。わ、しかもセーブできない系か。あ、ここセーブできるね。はい。てなわけでですね、今回は、ビルの中に侵入したところで、一旦区切っておきたいかなと思います。まあ、次回はですね、その7つのキークエストをクリアして、まあ、どんどんね、まあ、先に進んでいこうかなと思います。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。まだ、チャンネル登録されてない方いましたら、画面右下の私のアイコンの方をクリックしていただくか、画面左下の方に、チャンネル登録はこちらという、バナーの方があると思いますので、そちらの方をクリックしていただけたら大変嬉しいです。それでは、またねー。